と無事でごわ動画的にはおそらく新年一発目になっていると思いますけども、バーチャル撮影できないですね。まだちょっと23年の中にやったんですけども、まあそれにとして今回は正月に知っておくのもいいかもしれない。正月の不思議な挨拶方言というものを見つけたのでやります。紹介するのは初めて聞いたものなんですよ。そいがわこないやしたろ、わこないやしたろ、わこないやしたろみたいな感じですけども、まあ、意味が若くなりましたねみたいなんですけども、まあ、これどういう意味なんだろうと思って、まあ、ちょっといろいろ調べてみたら、今年もたくさん出会う楽しいことを想像してワクワクする、悲しいことは全部リセットして気持ちを新たに今年を楽しむという意味みたいで、リフレッシュして若返って、まあ、新年を迎えるという意味たいなんですけども、いや非常にいい方言ですね。いやこれは覚えておきたいし、まあ、使いたいですね。まあこの新年の挨拶を使うっていうのをあれですけども、まあ、覚える頃にはですね新年過ぎてるので、まあ次の日とか2日とかに使うのもありですね多分ですけど。